おはようございます。トライジャのボスです。いつもお世話になります。今日は FXCWC、ロッカー君の、カスタムをご紹介します。今制作最中なので、この制作途中のこのバイクを見るのも、珍しいんじゃないでしょうか。こんな感じで、この子はフロントを当社のワイドトリプルツリーで5ドレイクでちょっと伸ばして、フロントフェンダーを作って、タンクをワンオフで作って、シートもワンオフで作って、リアフェンダーは純正のフェンダーを二次加工して短く切ってっていう形で今作ってます。むちゃくちゃ低いでしょ、このイメージ。このね、そのバイクのカスタムのスタイルにはいろいろあると思うんですが、ローロングっていうやつですね。低くて長い、で、こうやって真横から見ると分かってもらえますかね。ここの距離と、これすごく気に、いつもこっちがピント合わせ、この距離とこの距離と、このアクセルのところとこのエンジンのセンターのところとこの距離とこの距離をできるだけ僕合わせてるんですよ。するとこのバイクの長さの中におけるエンジンのこの部分がちょうどセンターに来るように、ちょっといつもよく考えて作ってます。そうすると真横から見た時にバランスがいいんですよ。こうやって見たら分かりますかね、なんとなく。それとあと、どうしてもフロントからのね、この斜め45度っていうんですかね、3分の1かな、なんかこの角度から見た時に、このネックのこの部分が立ってたらこうなるでしょ、で寝てたらもっとこうなるんですけど、このバランスがちょうどいいこの角度があるんですよね。これ車両によって違うんですけどね。このロッカーではこれが一番かっこよかったですね。でフロントは23インチや、21インチや18インチっていろいろあるんですけど、これは18も21も23も、本当にこの後ろのバランスとフロントフォークのイメージで、形がかっこよくはできると思いますね。こんな感じかな。で細かくちょっと見ましょう。フェンダーね、これね、ショートフェンダー、これ1から作ってます、全部。こんなとこね、アクセルのね、こういったところ、これを全部作ってますね。でトリプルツリー、この当社のワイドトリプルツリーが、上から見て分かるように U の形にして前にちょっと出してるんですよ。だから余計にこう寝て見えるんですけどね。でタンクがこのストレッチをして、で塗装前にもシートをこうやってきれいに合わせてます。これ純正のステーのままでシートを全部作ってます。でリアフェンダー、ロッカーはね、ここの隙間が空いてるのがロッカーの独特なんですけどね、これはこれでかっこいいと思います。その分シートを低くしてやらないとね、ボコーっと出てしまうんで。で純正フェンダーを短く切って中に補強を入れて、ここに LED が入るように作ってます。でサイドまたね、こんな感じ。やっぱしね、ここのね、これも位置全部ずらしてるんですよ。QL のキャップの位置とかね、これもバランスが、これこんなとこにあったらかっこ悪いでしょ。やっぱし上に上がる方がかっこいいんですよ。こんなしょうもないことなんですけど、ここをやっぱり作るか作らないかでできた時にイメージ変わってくるんですよ、この部分ね。で、これタンク、作ってますけど、このタンクは後ろを、分かりますかね、インジェクターが入るように、フュエルポンプが入るように、ごめんなさい、インジェクターだけどフュエルポンプですね、入るように作り変えてます。こんな感じ、一つ一つね、作るのがね、ものすごくこう細かいところの組み合わせ、考えたバランスっていうのがあるんで、何でもいいっていう感じじゃないんですよね。
やっぱりちょっとこだわりを持って、まあ、20年間こんなことばっかしやってるんで、そのこだわりが分かってるつもりなんで、こういったバイク作りたいっていうお客様はいつでもご連絡ください。で、質問、本当に最近ね YouTube 見てね質問すごく多いんですよね。できるだけのことはご連絡していただいた時には返すようにしますが、あまりにも数が多いんで仕事に支障が来てるんで、ちょっとそんな時ごめんなさいって、ごめん謝るって今後にしてって言うかもしれませんけど、それも許してください。こんな感じです。ダラダラって喋ってるけどいいんかな。これほんまに塗装ができたらもっとかっこよくなると思う。完成楽しみにしてて、この低さは絶対かっこいい。できればね、ショーにね、何かのショーに持っていくつもりでいてるので、まあ、オーナーさんも出していただけると思うので、その時には、皆さん、ああこれがこんなんなったんやって思っといてもうたら超嬉しいです。まあ、そんな形でまた載せますんでよろしくお願いします。いつもありがとうございます。